社長と走り工房の木之瀬直樹、福知事からお話がございました。福知事からお話をされたように、木之瀬さんは安倍政権で中央分離線推進委員として大きな仕事をやっていただきました。そして西原都市に求め数々の実績を味わいました。我々自由民主党は木之瀬さんから安心できる、この日本の中心を小川先生を安心できる、その思いで知り持って申請をさせていただきました。都市移行を木之瀬直樹でしまいます。どうも皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今情熱を込めて政策を出したのが、この選挙区の我が党の公認候補秋元司候補であります。今おられる私は横で秋元さんとこの演説を聞いていて、我々住民党は秋元さんをこの地域の代表として公認候補としたことは間違いなかった、そう確信をいたしました。我々自由民主党は3年前政権を失いました。なぜ政権を失ったのか、この深刻な反省が私たちはスタートしました。理念を見つめ直し、そして政策を鍛え上げてきたんです。皆様にお配りをいたしました。国民党の約束、政権公約にはできることしか書いていません。この選挙で問われているのはまさにそのことだ。政治が再び国民の信頼を取り戻すことができるとこの選挙で問われているのはまさに私はそのことだと思います。我々はしっかりと政策を訴え、そしてそれを実行してまいります。今秋元候補がお話をしたように、日本は何千もの間デフレの中で円高が、そして景気が停滞対応してまいりました。自民党は3年前です。自民党とは違います。経済政策としても違うんです。残念ながら自民党自体もあと一歩まではいったんですが、デフレの発生に対策はできなかった。そのことを反省して、我々は3年前の自民党の経済政策とは支援と違う大幅にパワーアップした経済政策を実行してデフレを脱却してまいります。まず金融政策、そして財政政策、さらには成長政策であります。金融政策においては日本銀行と政策協定を結んで大胆な金融緩和を行ってまいります。もう先進とはいろんな難しい議論がなされていますが、要は頑張った人が